しゃすぎって何ですか？はしゃすぎってハッシュタグをあんまりやらない方がいいっていうこと。 Hey guys、 今日はね、ちょっとね、僕の友達ルカス、ルカス、 say hi。 Hello。 Hey、 彼と一緒にね、カメラのレッスンを受けてるんだよ。こうやって彼から教えてくれたんだけど、カメラをこのような壁に当てるとこうやってリフレクションが取れるわけよ。ちょっとさ、ルカスさ、さっきの写真見せてくれる？But maybe just like this, so into the camera there. It's a little bit cropped, you know, zoomed in. 結構やばいね。Less is more. Less is more. So nice. Lining it up with the edge of the screen. Exactly. And then I'm getting the nice geometry on the right. And I'm creating leading lines. Right? It pushed my eye this way. What's missing is there's no person on this, in this shot. Just so you know, it's not my advice, but it is advice. Be F8 and be there. Right. F8 and be there. いつも外の場合はもうアパチャーを8 F8 にしてで be there。写真のカメラをいろいろ設定するんじゃなくて、もういつもそこにいないよって F8 にしていつもそこで撮れるように準備しておきなっていうアドバイスです。Thank you, Lucas.何ですか？はしゃすぎってハッシュタグをあんまりやらない方がいいっていうこと。はしゃぐ、ワイワイ言う、あー、うるさくならないでっていうこと。 OK、 Thank you。 ハッシュタグを押しすぎるなって思ったんだけど、はしゃぐっていうのは喋るってことなのかな。なんか見てるだけでさ、ドキドキするんだけど。You don't drop it because you're gonna kill somebody. Yeah. You're right. There'll be two deaths. レンズがすごい大きいですね。あ、普通のカメラ。そうそうそう。だから。I can't get there. おー、確かに。はい。ちょっと見て。はい。おー。ちょっと見せていただいて。おーい。もう一回、もう一回。おい。そう、これはストレートですね。でも、もっとこんな感じも面白い。やば。やばい、すごい綺麗ですね。このビルがもう綺麗、うん、このビルの曲線もこれはもっと綺麗くなりました。次ローですね。お願いします。ね、ルーカスはすっごく面白いんだよ。どういうことかというと、彼はもともと大手英会話スクールのマネージャーをやってたのだ。で、もう本当に誕生のててみ誕生の天井に当たったんです、うん、なんだっけ、グラスシーリング。 You're right, yeah, glass ceiling。 畳シーリング。そう、畳シーリング。仕事でもこれ以上上がれないっていう状態になって、うん、人生もっと楽しく生きていかないといけないって言って、すごい写真が大好きなんだよね、うん、何年間も本当に自分で写真大好き、ワクワクして週末とか夜とか写真撮りまくったの、うん、これもう3年、4年、5年ぐらいやってて、でこれを勝手にもう無料でお金もらわないで、うん、インスタグラムとか昔タンブラーっていうのが、うん、そこにすごい出してて、そこで大ヒットしたのね、うん、でそこからいろんなオファーとか友達が来て、で今何をやってるかっていうと、自分の大好きなこと、才能を使ってることとツーリズムのクロスミックスして会社を立ち上げたの、うん、でどういうことかっていうと、外国人たちが日本に来るじゃん、でカメラとか持ってるじゃん、彼のは一緒に日本の最高の場所のツアーに連れてってあげるよ、でコーチングしてあげるよ、俺たちの君の腕をチャレンジしていこうぜっていうツアーを立ち上げて、今
万人御礼、もうヘリコプターツアーもやってるし、あの京都の芸者のツアーとかやってて、で今いくつ31歳。I think that's the one. Meaning that sometimes you're going to have challenges or you're going to fail, but you can always try again. That's the important thing. 一番大切なことは失敗を恐れないで。で、とりあえずジャンプして入ってみてって。Yeah. Exactly. Yeah. Just try. Take the jump. Just try. Yeah. Jump in. Yeah. And then whatever happens, you just try and you try and you try. You don't give up. Yeah. 何があってもギブアップしちゃダメだよって。僕も本当にそう思う。Exactly. I think that's the most important thing for anything. Yeah. Thank you. My pleasure. Thank you. じゃあね、みんな。ありがとう。Love you guys.ごめんね、ちょっと追加です。今、ちょっとなぜ彼が成功できたのかっていうことを話したんだけど、彼が言ってるのは、本当に素晴らしいパートナーと出会えたからって言ってるのね、ビジネスパートナー。Yeah. で、一人でも多分できたと思う。友達も、パートナーも一人でできたと思うけど、やっぱりこの二人が力になって、やっていって、もっとこれが掛け算になる。足し算じゃなくて掛け算。Yeah, we bring different experience and skill to it, right? Like, I'm, you know, my history is photographer.His history is travel. Right? He's a photographer too, but still, when we combine, it's much stronger. 彼のパッションは本当にフォトグラフィーで、で、そのパートナーはもう旅行、トラベルだから、こうやって組み合わせして爆発したっていう、もう本当に才能と才能のクロスミックス。Exactly. ありがとうございます。Thanks, man. No problem.